はい、ご機嫌いかがでしょうか。こんにちは、こんばんは、孝太郎です。しかし暑い日が続いていますね。この猛暑の中、体調崩されてはおられませんでしょうか。梅雨も今年は例年より早く明けたようですが、もういきなり台風が来る予報。今年の夏は荒れ模様になりそうですね。ということで、今日の一言。自分に足りないものがあっても気にしすぎない。そうですね。足りないもの。それが自分にとって必要でないことであったとしても、とりあえず身につけておくのもいいと思います。例えば、芸は身を助けるという言葉もありますから。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。ではまた。